はい、どうも、MT です。雑談でございます。で、一つですね、嬉しい報告で、報告というほどではないんですけど、コメントがありまして、本紹介してくださいというようなことがありました。それ寄せていただいた方、ありがとうございます。名前ちゃんと覚えておりますけれども、本紹介ですね、気づく方は気づくかなとなんとなく思ってたんですけど、まあ価格のこの確保の問題で、本棚を後ろにして撮影しておりますけれども、まあ全て本を読んでいるわけもないんですが、まあ一応僕のこの蔵書でございます。で、本紹介をぜひともという感じ、本棚紹介みたいなことですよね。まあ本紹介と本棚紹介ってちょっと違うかもしれないんですけど、一つだけ、もうこれが配信されている頃は、ラマヌジャンの書籍について一つだけ、アップさせていただきました。ラマヌジャンに関係するちょっとしたですね、逸話タクシー数とかですね、あと家の連分数についての洞察とかですね、あとはまあ変な無限定石みたいなものをですね、ルートの混合のこうなんか内側にどんどんこうルートが入っているようなものとかですね、実は種明かしするとどうでもなかったんだけどみたいなことがあって、ラマヌジャンというのはまあそういう式をですね、あれはもう全然簡単な方なんですけど、もうわけのわからないものとかも編み出しているわけですね。そういうのってまあもちろん僕らは常人ではわかりかねますけれども、まあ、僕もあれは本を読んでいろいろと、先日その紹介した無限の天才とかですね、溶接の数学者、というやつを読んだんですけど、まあ、もしああいう本当に数学チックな本の紹介をするのがいいのか、もうちょっとこう一般的な、もう何でもいいから本紹介してほしいという、僕ここほとんど数学の本じゃないんですよ。普通の本が、まあ、数学の本も結構あるんですけど、いわゆる専門書以外もたくさんあって、どっちがいいですかね、どういうような本が皆さんお好みでしょう。まあアンケートとって多いものからぜひともやっていきたいとは思っているので、紹介するとすればですよ、まだ紹介するかどうかちょっと需要と供給の問題で、需要が あればもちろんやりますけれども、ちょっとお願いしてきた方には申し訳ないですが、需要がもし少なければあんまりやらないかもしれないんですけど、まあやるでしょうね、多分ね。ネタがもうたくさんあるんですけどね、雑談の場合いろいろ話したいことがあるんですけど、一応たくさん用意してあるので、まあ、その間でもし本紹介ができたらいいなと思います。もちろん数学の本をちょっとお勧めしてほしいという場合はきちんとお勧めしますし、この本のいいところみたいなものもちょっとコメントというか、まあ僕が言うのもおせろ多いですけど、まあその本のちょっと解説みたいなことも応答しようかなと思っております。他にもですね、まあ例えばどういうものがあるかみたいな話なんですけど、数学史っぽいもの、まあ、いわゆるラマヌジャンとかですね、あとハミルトンのお話とかですね、ニュートンの話、ライプニッツの話とかですね、そういうものもあります。あとは、まあ、ちょっともうちょっと数学寄りの話として、関数概念の獲得とは何かとかですね、複素数の概念とはどこから生まれてきたのかとかですね、そういうものの話もすることができます。あと中世の、数学史ですね。あと、まあ、ギリシア数学がどういうふうに持ち越されて、今に至るのかとかですね、そういうものもちょっと、そういう本当に数学史っぽい話もすることができます。人に着目するのか、数学の内容に着目するのかみたいなことですね。あとはまあ、数学教育的な話もちょっと面白いのかもしれなくて、例えばですね、カリキュラムがどういうふうに作られているのかとか、まあ、ざっくりした話になってしまうんですけど、例えば、数 1A2B3 というふうに今ありまして、まあ、僕の頃は数 1A2B3C まであったわけですけど、その内部構成ですね、どういうふうに組み立て方をされているのかとかですね、数 A の中に整数とか集合とか論理とかあるわけですけど、なんでこれはなんでここに位置されているのかとかですね、数 2B の特色は何かとかですね、数3といえば微積分があるわけですけど、二次曲線のものがあったり、二次曲線もまあ一応数3の中ですか、あと今だと極座標ですか、複数の極座標とか幾何学的取り扱い、ドモルガンの法則とかですね、いわゆるオイラーの公式を背景にしたようなことがありまして、なぜここに配置されているのかとかですね、あと実は時代的に言うと結構ごちゃごちゃなんです。いわゆる微積分っていうのは17世紀18世紀の華々しい数学の発展の世界ですよね。もちろんこれがゴールなんです。高校数学のもう本当に華々しい世界で、それがもう大学数学に直結するわけですけど、一方で数 A というのは集合論とか論理の話なんですが、これもほぼ現代数学に近いんですね。19世紀末、20世紀初頭に相当するもので、なぜこの順番なのかということなんですね。実はその名残、実はあることの名残なんですけど、そういう話とかもちょっと面白いのかもしれないですね。もうバッと説明してしまいましたけれども、いろいろこの内側ですね、数学史、数学内容のことの歴史、地政学的な歴史とかですね、あとは数学教育よりのお話とかですね、いろんな話がありますので、ぜひともコメント欄の方でちょっとくださると嬉しいです。はい、というわけで、まあ今回はこれぐらいにしましょうかね。一応アンケート的な流れです。で、ちょっと今お話ざっくりしたんですけど、ちょっと面白くないですか？僕のお話が下手だと恐縮なんですけど、まあいろいろとお話がありまして、
特に数学史的な話、その中世のアラビア世界の数学というのはもうかなり偉大ですね。そこで熟成されたものが15世紀16世紀にルネッサンス に伴ってローマからヨーロッパに輸入されて、まあ、実はあのギリシャ、アラビア、戻ってローマのフランスとかですね、ドイツとかですね、そういう風に流れていったりしているんですよね。で、まあ、残酷なことにエジプトで昔ね、あの図書館がアーカイブスが燃え尽きてしまって、今本当は昔もっと分かっていたようなこととかが全てなくなってしまっているとかですね、そういうちょっとダイナミックなお話もあったりするので、あの興味のある方はぜひともあの投票に1票入れてください。何から始めるか分かりませんし、本紹介ももう全然関係ない小説とかもやるかもしれないのでね、あのでこの間少し話したような感じ の、 あのラフカディオハーンの話とかね、あの皆さん興味ないかもしれないけど、ただ僕がやりたいということがあるかもしれないので、あのその辺は僕のちょっと僕のチャンネルですから応募もします。というわけで、興味のある方ぜひともコメント欄の方でいろいろとください。というわけで今回は終わりにします。それじゃあまた見てみて。